こんにちは。今回は J2 の22クラブ限定の良い補強だと思う遺跡のベスト30です。本日は2021年の1月5日です。J リーグのストーブリーグは中盤戦に突入しました。現時点で早くも200件ほどの遺跡が成立していますが、そのうちの110件ほどが J2 のクラブへの遺跡になります。J2 の22クラブの中では、山形、京都、松本山雅、山口などが積極的な動きを見せていますが、今回は J2 の22クラブ限定のいい補強だと思う遺跡の1位から30位を考えてみました。ちなみに、レンタルバックの選手は対象外です。また、新卒の高校生や大学生の獲得も対象外です。総合的に判断をしており、適切な補強かどうかを重視しています。それではスタートです。今回は21位から30位の発表です。まず最初は30位です。30位は、ファジアーノ岡山が獲得したガイナーレ鳥取の井上力人です。1997年3月生まれで、23歳のセンターバックです。高卒で鳥取に加入して6年間プレーしました。高い身体能力が魅力です。鳥取で試合経験を積んで J3 を代表するセンターバックに成長しました。祖母がスペイン系でクォーターになります。次は29位です。29位はモンテディオ山形が獲得したロアッソ熊本の中原光です。1996年生まれで24歳のアタッカーです。大卒2年目となる2020年に大ブレイクしました。J3 で全34試合に出場して6ゴール6アシストを記録しました。切れ味鋭いドリブルと豊富なアイデアが武器です。山形で活躍してセレッソに移籍した坂本のような活躍が期待されます。次は28位です。28位はスウェーデン金沢が獲得したビファーレン長崎の庄司です。1997年10月生まれで23歳のセンターバックです。J1 のセレッソが保有権を持っている187センチの長身センターバックです。フィード力が高くてカバーリング能力も高い選手です。2017年の途中から1年半だけ金沢でプレーしましたが、主力として活躍しました。セレッソユースの後輩である石尾とセンターバックコンビを組む可能性が高いと考えられます。次は27位です。27位は町田テルビアが獲得した名古屋グランパスの長谷川アーリアジャスールです。1988年生まれで32歳になりました。186センチの長身でテクニックのあるアタッカーです。ポポビッチ監督の秘蔵っ子として知られており、FC 東京やセレッソやサラゴサでもポポビッチ監督の下でプレーしました。今回で4チーム目となります。ボランチと2列目とフォワードでプレー可能です。次は26位です。26位はヴァンフォーレ甲府が獲得したレトロ FC のウィリアン・リラです。1993年生まれで27歳のストライカーです。新たな得点源として期待がかかる185センチの長身ストライカーです。動画を見る限りではサイズがあってパワーもある潜在能力の高いブラジル人のストライカーです。大外れの可能性もありますが、J2 で大きな存在感を発揮する可能性もあります。過去にはブラジル以外ではインドネシアやマケドニアでもプレーしています。次は25位です。25位は東京ヴェルディが獲得したミトホーリーホックのンドカボニフェスです。1996年2月生まれで24歳のセンターバックです。圧倒的なパワーを誇る有望なセンターバックです。183センチ、89キロとサイズに恵まれており、センターバックとしてのポテンシャルは J2 の中ではトップクラスです。パスをつなぐヴェルディのサッカーにアジャストできるのか否かが大きな注目点です。フィットした場合はヴェルディの大きな武器になるでしょう。次は24位です。
24位はツエーゲン金沢が獲得したカターレ富山の大谷です。1997年1月生まれで東京世代になります。石川県の白山市出身で地元出身のアタッカーです。スピードは J リーグでもトップクラスの韋駄天です。大卒1年目の2019年は秋以降に爆発しました。2020年は不振を極めましたが、ポテンシャルの高い選手なので大化けする可能性があります。次は23位です。23位は町田ゼルビアが獲得した東京ヴェルディの高橋翔平です。1991年10月生まれで29歳のセンターバックです。ヴェルディユース出身で、昨オフに8年ぶりにヴェルディに復帰しました。180センチながら身体能力と技術の高いセンターバックです。組み立てのできるセンターバックは町田の補強ポイントだったので、効果的な補強になる可能性は高いと言えます。ジュビロ磐田が保有権を持っていましたが、町田に完全移籍することになりました。次は22位です。22位はレノハ山口が獲得したヴィッセル神戸の渡辺博文です。1987年生まれで33歳のベテランセンターバックです。186センチの長身で経験豊富な選手です。空中戦に強くて安定感があるのも魅力です。過去には栃木 SC や柏や仙台でもプレーしました。山口の監督に就任した渡辺監督は仙台時代の恩師となります。2015年と2016年に仙台でプレーしました。最後は21位です。21位は京都サンガが獲得した湘南ベルマーレの松田天馬です。1995年生まれで25歳のアタッカーです。164センチ62キロなので小柄なアタッカーですが、運動量が豊富でテクニックもあります。右足のキックも正確でチャンスメイクができる選手です。京都の監督に就任した張貴瀬監督の教え子で、キジェチルドレンの一人ですが、 J2 のクラブへの移籍は驚きでした。21位から30位はこのようになりました。まとめるとこうなります。21位は松田天馬、22位は渡辺博文、23位は高橋翔平、24位は大谷、25位はンドカボニフェス、26位はウィリアン・リラー、27位は長谷川アーリア・ジャスール、28位は庄司、29位は中原光、30位は井上力人となりました。大型補強を敢行しているのは山形や京都や町田などです。金沢も入れ替えの激しいオフになっています。大谷や中原など J3 から J2 のクラブへの個人昇格を果たした選手には、特に新天地での活躍を期待したいところです。いくつかのクラブは出遅れてしまいましたが、ストーブリーグはまだまだ中盤戦です。これからの巻き返しに期待したいところです。しばらくの間は J リーグのストーブリーグの動向から目が離せません。今回の動画は以上です。次回の動画は11位から20位編です。その次は1位から10位を発表したいと思います。面白かった時はチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時頃にアップしています。それ以降の時間帯にチェックしていただけると幸いです。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。